はい、じゃあよろしくお願いします。今回はね、高校数学数2のスタートとなります。で、三次式の展開と因数分解をお送りします。で、こんな感じでね、 YouTube の方で勉強動画を配信させてもらっている葉っぱの葉に数字の1で配置と言います。今後ともね、どうぞよろしくお願いします。で、今回ね、数2のスタートということで、この三次式の展開と因数分解をやっていくんですが、実はですね、数1の方で同じ内容を取ってるんです。ちょっと履修単元がね、変わったので、その関係で重複してしまってるんですけど、もし、興味のある方は、数1の7番と11番の動画がそれに対応しておりますので、まあ、下の方にね、動画のリンクも貼っておこうとは思うんですが、もしよかったらそっちの方も見てみてください。で、今回は公式が4つと問題が4問、計ね、8問となってますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、説明しながら問題解いていきますので、見てもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、ポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ数にね、始めていきましょう。で、まず公式です。で、この4つの公式、まあ、数値の方でもね、取ってありますけど、絶対頭に入れておきましょう。ね、すぐ、頭から出てくるように、ね、覚えてください。で、まず、カッコ A たす B の3乗、ここからいきます。で、これね、A たす B の3乗、A 引く B の3乗、両方ともまずパーツが同じなので、覚えてしまうといいです。で、パーツっていうのは、まず、左側 A の3乗です。で、次が、3で、A が1個減る。でも B が1個増える。だから合計3個の文字を使ってるんですけど。で、A の2乗 B。で、次がまた3がつく。で、A が1個に減るんだけど、B が2個に増えます。で、最後は3がつかない。で、A がなくなるんですけど、B が3つなんで、B の3乗になります。で、このパーツに関しては、下の A-B の3乗も全く同じです。で、さっき書いちゃうね。3A、B の2乗、そして B の3乗と。ね、パーツは同じ。あとは符号だけなんだよ。で、符号は、まあ、覚え方いろいろあるんですけど、プラスの方は全部プラスです、結局。こんな感じで。だからこれが公式。で、マイナスの方はね、結構いろんな教え方ね、先生によって違うんで、自分に合うのをね、使ってもらえたらと思うんですけど、先生によっては、プラスマイナス、プラスマイナスって、こう順番になるよとか言うんだよね。こうなって、プラスでマイナス。これ正解なんだよ、実際。だからこれでも構わないんですけど、俺がよく思い出すときに使ってるのは、これ結局、上と違って、下はマイナス B。B がマイナスになってるのね。で、ここって、一番最初 B 関係ないから何も意味がないんですけど、ここ B が1つかけてあるでしょ。B1 個。ってことは、マイナスが1つかけられてるので、だからマイナスに変わります。で、ここは B の2乗なんで、マイナスが2個。でも、マイナスとマイナスかけたらプラスに戻るじゃんか。だからプラスのままなの。で、ここは B が3乗、3回、つまりマイナスが3個かけられてるので、だからここマイナスに変わります。っていうふうに今ではね、今でも俺は思い出すようにしてるんですけど。まあね、好きなように覚えてください。で、これが展開の公式で、次因数分解ですね。で、次は A の3乗プラス B の3乗と A の3乗マイナス B の3乗です。まあ、3乗足す3乗と3乗引く3乗ですね。で、この公式は、カッコを2個使うと、まず覚えてもらって、で、パーツは同じです、上下。だから先書いちゃうね。で、まず、1つ目のカッコに A と B が入ります。この A と B ね。で、後ろのカッコに A の2乗。で、A と B をかけたもの、最後が B の2乗で閉じてください。これがパーツ。で、下も同じ。A と B。A の2乗を AB、B の2乗と。まあ、パーツは同じなんです。で、あとは符号勝負。そこだけ気をつければいい。で、これのね、覚え方もいろいろあると思います。で、俺が使ってる覚え方は、3乗のね、この因数分解の公式に関しては、ここがプラスだったら、最初の括弧がプラスなの。ここがマイナスだったら、最初の括弧がマイナス。ここが一致するの。最初の括弧がね。で、後ろの真ん中がこれと逆になります。プラスならマイナス。マイナスならプラスです。で、一番最後は、ここは両方ともプラスになります。いいかな？まあ、これをまず覚えてください。4つね。
では実際にね、公式使っていきましょう。まず5番6番が展開なので赤でやろうか。で下青でやる感じでいこうかね。よし、じゃあ3乗 x-2 の3乗なのでこの公式だね。で使っていくと、ちょっと下いこうか。まず左側 a だからね、左側の3乗です。だから x の3乗なんで x の3乗になります。で次なんですけど、これね、まあ考え方いろいろです。いろいろあるんですけど、考え方はまあどう考えるかっていうと、自分はねマイナス3でしょ。でマイナス3かけなきゃいけないんですけど、左側の x を2つ、右側今マイナス2ね、マイナス2を1つかけなきゃいけないので、今回あ、まあ、ごめん、マイナス2じゃねえや、 b が2だから x が2乗でしょ。 x2 個で b が1個だから2をかけなきゃいけない。でそれにマイナス3をかけるのでマイナス 6x2 乗になります。ちょっと消しちゃうよ。いいかな、 A と B のパーツさえ間違えなくて大丈夫です。で次がプラス 3AB の2乗なので、プラス3かける左側を1個で、右側 B でしょ、22が4で2個だから、これを計算してプラス 12X になります。で最後マイナス B が2だから2を3乗すると、22が442が8で8となって、これで終了となります。いいかな、まあ、こんな感じで使ってみてください。で次なんですが、次はですね、まあ、ちょっと形が違うと、左側にマイナス来てるからね、若干ややこしいんですが、これどっちの公式使うかっていうと上使います。でもしかしたら先生によって中身を y-3x って順番入れ替えて下の公式で解く方もいらっしゃるかもしれない。でもどっちでもいいです、答えは同じになるからね。で俺はどうやるかっていうと、ここがプラスなんで上を使う。で今マイナス 3x が a のパーツです。で y が b のパーツって考えて解いていきます。いい？でまず最初は a の3乗っていうことは、マイナス 3x の3乗をします。でマイナス 3x3 乗すると、まあ文字はね x の3乗でしょ、3つあるから。でマイナス3を3乗するとマイナス3かけるマイナス3かけるマイナス3をやるので、マイナス27になります。はい、ちょっとちっちゃかったね、あれ狭かったね、ちょっと待ってね、マイナス 27x3 乗です。いいかな。で次が左側 A のパーツを2つで B のパーツを1つ必要なので、 A のパーツを2つ使うと9x2 乗になります。ここね2つ使うと、で右のパーツ1個使うと y でしょ、だからそれに y がくっつく。でそれに3をかけなきゃいけない。で3かけなきゃいけないから x327x2 乗 y となります。これが2つ目。で3つ目の場所は左側のパーツ a が1個 b が2個なんで、 a が1個でマイナス 3xB、Y が2個だから Y の2乗です。それに3をかけなきゃいけないんで、マイナス 9XY2 乗となります。で最後は B の3乗ね、まあ、Y のその3乗でプラスだから Y の3乗と、ちょっとねごちゃごちゃしておりますが、これで因数分解って、ごめんなさい、展開だねが完成となります。なんでパーツを意識するとまあ解きやすいかなと思うけどね。で次いきましょう。次はね展開で、まあ、因数分解だね。で x の3乗マイナス64なので、これは3乗引く3乗になってます。いい ?3 乗引く3乗で何の3乗なのか、つまりパーツだよね。で左は、まあ、そのまんま x っていうパーツの3乗になってる。で右64なんですけど、64は4の3乗なんです。四四16×4 が64なんでね、つまり3乗引く3乗になってるから、もうそのままです。いい？で下のパーツ、あ下のね公式使っていくと、まずパーツを2つ入れて真ん中がマイナスです。ここ同じだから。で右側が
左側のパーツの2乗、今度プラスね、ここと変わるから、でこれとこれかけるから 4x で、後ろはプラスでこれの2乗なんで cc16 と、でこれで終了という風になります。いいかな。でもしこの中身、これ、ね、後ろの括弧の中身を因数分解できるようだったらそこもしてください。で今回これできないんでね、このまま終了になるんですけど、いいかな。できる場合はもうちょっと崩します、そっからね。で最後が x の6乗マイナス1ですね。6乗マイナス1で、これはですねちょっとややこしくって、実はこれね x の6乗って x の2乗の3乗なんです。これね、2乗の3乗って3、2が6でかけて x6 乗同じになります。で左側、あ、右側も1の3乗になってるんで、パーツとしては3乗引く3乗になってる。じゃあその公式3乗引く3乗使ってやっていこうと思うんですけど、ここで1回ストップです。実はこれね、書き方を変えると x の3乗の2乗、2乗引く1の2乗って見ることもできます。で3乗引く3乗もいけるんですけど、2乗引く2乗になってる時はこっちを先にやった方がいいです。因数分解、ここは2乗とかなってないんで関係ないんですけど、今回2乗引く2乗になってるからね。で2乗引く2乍は中学校の時にやってます。ちょっと復習しようか。 x の2乗引く y の2乗、2乗引く2乗ね、これは x プラス y、x マイナス y と、これが公式だったでしょ。なんでこれ使うんです。まずいい、今こっちね3乗の2乗引く1の2乗です。だからそれをパーツで入れると x の3乗プラス1ね、ここね3乗プラス1で、後ろは x の3乗マイナス1になります。でこう崩してから、これとこれを両方崩しに行きます。もうちょっと因数分解していく。でなぜかっていうと、これもろに3乗足す3乗、1の3乗だからね。でこっちも3乗引く3乗になってるんです、両方とも。だから公式通り当てはめていくと、まず左側から崩そうか。これね x プラス1で x の2乗をマイナス x プラス1です。これが左側を崩したもの。 x と1っていうパーツでプラスでしょ。だから x プラス1、左側の2乗かけたもの、1と x をねかけたものだけど、ここと符号が変わる。で最後は右側の2乗とで公式通り崩す。で次右側です。これは3乗引く3乗なんで下の公式を使う。そうすると x マイナス1で左側の2乗、符号が変わってかけたもの、最後は2乗でプラスと、こういう風になります。でこれでも OK なんですけど、書き方としてはこう括弧が狭いものを先に両方並べてる方が綺麗なので、これでも丸もらえるけどね。ちょっと飛ばしていい、こっち行こうか。まあ綺麗な書き方だったら x プラス1 x マイナス1で x 2乗マイナス x プラス1、これねで x 2乗プラス x プラス1と書いてる方が綺麗かとは思います。でもさっき言ったようにこれでも丸だけどね。いいかな。まあ、ぜひこんな感じで解いてください。6乗は結構狙われるので、2乗引く2乗が使えるんだったら先にそっちから崩すと。でこっちから崩しても解けるんですけど、ちょっとね違う知識が必要だったり、難しくね結構道に迷ったりする。なので2乗引く2乗から先に崩した方が解きやすいです。いいかな。まあ、こんな感じでぜひやってみてください。では今回ね数2のスタートでしたけども、三次式の展開と因数分解としてお送りさせていただきました。今回はねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回はですねパスカルの三角形について取り上げますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。